あなたたち高校生？高校生の男女が一つの部屋にっていうのはちょっとねえ。そうですか。大丈夫です、兄弟ですから。古橋さん、あ、おはよう。ごめんね、起こしちゃった。それにこう見えても天文学の前はいいお嫁さんになるのも夢だったから。確か今日、古橋の誕生日だったよな。あの、ゆいがくん、私の誕生日、明日。え、間違えた、すまん。でも嬉しい、お誕生日に男の子からプレゼントなんて初めてだったから、びっくりしちゃった。二人の好きな人からは、ブラジャーをいただきまして、天津さえ現在着用中です。なんて、拷問されたって言えるわけないやんけ。な、内緒。君のくれたブラジャー嫌じゃなかったから。3、2、1。いやいや、俺が渡したのは。3、2、1。パッドも3枚入ってるしね。中3の妹さんより小さいミジンコで、どうもすみません。そんなこと全然本当。うん、分かってる、ごめん、すぐ解くから。だからあとほんのちょっとだけ、このままでもいい？全然かわいそうじゃなかった。いい君、ほんといい君。古橋さん、お静かに。また戻ってきちゃうから。やってやろうじゃない。全身全霊を落として、あんな父親頼らずに人生を謳歌してやる。